使っている寿司桶の中を見てみると、なんと緑色のシャリが、わさびがついたシャリを何度も崩して握り直すため、このような色になっちゃうんですって。そのシャリで握っているのは、カナダの高校を卒業してすぐに来日したアレクサンドラ・ミカさん18歳。もうすぐ卒業するミカさんにスタッフが握り方を教わってみました。親指で元ボックス、あ、どうでしょう。スタッフの握った寿司を見て鼻で笑うミカさんでしたが、転がっちゃう寿司だね、これ。日本で修行を積んだ外国人の寿司職人、今後海外での活躍が期待されます。はい、東京新宿にあります東京寿司アカデミーはですね、2002年に開校したんですが、寿司職人を養成する専門の学校としては日本で唯一なんですって。1000人が卒業しましたけれども、うち外国人がおよそ100人いることなんですね。で、通常1人前の寿司職人になるためには5年以上かかると言われてるんですけれども、ここでは短期集中で寿司職人になれちゃうということで、人気があるのがですね、このコース、2ヶ月養成コースというですね、そんなに長く滞在してられない人もいますので、2ヶ月間で寿司職人になれるということなんですね。一体どういうことを学ぶかというと、まあ、もちろん先ほどのような握り方もそうなんですけれど もう包丁の使い方、ね、魚のさばき方、それから、まあ、お寿司だけじゃなくて他にも ね、和食の天ぷらであるとか、いろんなその和食の作り方も学ぶということですね。そして、やっぱり仕入れも重要ですからね、築地の見学などもすると、で接客ももちろん教わる、全体を教わって2ヶ月間で84万円かかる。すごい高い。結構なかなかするというような感じがしますけれども、まあ、材料費なんかも全部込み込みで84万円だそうです。で、寿司職人がですね、どれだけ人気かというと、やっぱり海外に今日本食レストランがいっぱいあるんですよね。こんなにあるんですって。やっぱり北米が多いですけれどもね、およそニューヨークなんかいっぱいあるんで、ね、1万店からアジアも、それからヨーロッパも、本当いろんなと、中東も少しずつ今増えてきている。まだ100店ですけれども、だんだん増えてきているということで、全部でですね、はい、これだけあるんですね。世界でおよそ2万5000店あるということなんですね。そんな中で寿司はヘルシーだということで、大変人気なんですが、海外の寿司っていうと、なんかやっぱりカリフォルニアロールとか、巻物が多いんですよね。巻物が多いんですけれども、だんだん今食べる方もですね、本格志向になってきて、握りが食べたいんだけど、でもやっぱり握りは難しいというところがあるので、でやっぱり学びに来てるわけなんですけれども、その握りをできる職人さんになって帰ると、実はですね、その同じ料理店のスタッフに比べて給料が2倍から3倍になる。上がるんだ。これだけ上がるので、先ほどの授業料84万円って言いましたけど、ちょっとお高いなって言いましたよね。すぐ回収できるんです。なるほど。そのぐらい給料が高くなるということなんですね。で、実際に卒業した方、2002年に卒業したこちらの方、フランス人のヴィンセントさん、はい、こちらの方ですね、学校を卒業しまして、母国フランスで寿司屋さんを開業しました。それがこちらです。寿司キューブ、キューブか、ね、まあ、お寿司がキューブ状、四角いからってことですね。四角いから、ちょっと角張ってるように感じるんでしょうね。まあ、寿司キューブというのを開業しまして、寿司デリバリーの車なんかもありますので、まあ、これもちょっとキューブ状にしてあるということなんですが、まあ、こうやってやって、なんとですね、もう今年3月に開店したばかりなんですけども、7月には2号店もオープンする、まあ、それだけ人気があるということですね。のインドも覚えて帰るのかね。あ、踊りとかですか。いえ、上がりとか、上がり紫とかどうなんでしょうね。確かに海外の人もだんだん本格志向になってきてるので、そういうのが知りたいとか喜ぶのかもしれませんね。はい、こうやってどんどん寿司職人、本格的な寿司職人が、外国人の寿司職人が海外に増えてきているということです。さあ、続いては中継に参りましょう。昭和の名優が蘇った、一体どういうことなんでしょうか。この後